おはようございます。一般社団法人会科 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者からご質問いただきました。結構シビアな内容というかですね、このコロナワクチンに関してなんですけども、このコロナワクチンとこう、罪悪感というところですね、えー、お仕事上ワクチンを、えー、打たなきゃ、えー、相手にですね、打たなきゃいけないお仕事をされてると。で、どうしようというところなんですけども、えー、そのところの考え方、捉え方ですね、そのお話しさせていただきたいと思います。 コロナワクチンと最悪感ということですね。えー、ご質問、M さんからご質問いただきました。コロナワクチンについて。私はワクチンに対して初めから会議的だったので、自分の意思で打たない選択をしました。で、自分でいろいろ調べたらとんでもないものだ、とんでもないものだということがわかりましたと。でも、仕事上危険と自分ではわかっているワクチンを希望者に打たなくてはいけないと。 で、結果、仕事と割り切って希望者に打ちました。それから自分を責めてしまい、まあ、打つ状態に陥ればね、本当にお辛いことかと思います。で、今はワクチン接種とあまり関わりない部署に移動になったので、気分的には少しラブになりました。けれども、過去に接種してしまった罪は消えることはありません。ここで言う罪とは、 ワクチンが危険だと理解しているのに何も知らない希望者に打ったことですと。まあね、本当にまあ心が純粋な方かと思います。で、今回の件は何が学びなのか私にはわかりません。ゼロポイントフィールドで根本的に解決できるのでしょうかというところですね。このところに関して非常にこう、まあシビアな内容にはなってくるんですが、まずですね、まあ会科と私、村松大輔はですね、これがいいとか良くないという主義主張はしなくてですね、で、まあ仕組みは説明させていただきますと、こういう周波数の結果こうなってますよと。またえー、私も、 えー、批判とかを出せば批判が返ってきて、批判が良くないわけではないし、怒りが良くないわけではないし、怒りを出せば怒りが返ってくる。批判を出せば批判が返ってくる。で自分が幸せになりたければ、幸せとかね、感謝を響かせればいいというわけで、怒っちゃダメとも言わないし、というふうに主義主張はしないというところで、えー、今回の内容を捉えていただければと思います。私の中での主義はありますけど、それを押し付けることはしないという形です。で私自身がかつてね、この地球いかにこう平和にできるかというので、批判 的な活動をしていたた時期があったので,で批判をすごく浴びたのであ批判じゃん、ね、世界は動かないなと、えー、感じて今本当にねあの仕組みを伝えさせてもらってるというだけなのでねでまずですねこの罪悪感っていうのを実は消さなくていいんですねこの罪悪感をどうにか消さなきゃとか償わなきゃとかではなくってどう捉えればいいかというと せいでおかげでなんですけども、罪悪感があるからこそおかげでその私は何ができるかなというふうに捉えていっていただければですね、罪悪感を消さなきゃ消さなきゃというと罪悪感の下に入ってしまうんですけども、罪悪感があるからこそっていうふうにしてあげるんですね。罪悪感を消さなきゃっていうと罪悪感に対し、罪悪感のフォトンに対して、それは良くない消さなきゃ消滅しろっていうふうに、この罪悪感にダメダメフォトンをさらにかけるので余計重くなります。 で、えー、鬱になるお気持ちもすごくわかります。私もかつてそ,そうだったので、えー、ダメダメダメを重ねるとね、二項感覚が麻痺してしまいますので、ではなくて、罪悪感があるからこそ何ができるかなということです。変な話ですね。あのー、職が変わりました。で、あ、良かったと思っても、 代わりに誰かがやってるんですね。まあ言い悪い問わず。じゃあ、それを知ってる私だったら何ができるかなということです。これは戦争もそうです。ベトナム戦争から帰ってきたアメリカ兵がすごくね、メンタル的に苦しんでます。何もね、こう罪のないベトナム人をやって,、ね、やってしまったと。それで自分が仕事というかね、ミッションとはいえ、そういうことをやっていいのかというので、えー、苦しんでたりして。で、それをじゃあ自分がそこから抜けたから、はあよかったって言っても、誰かがまた兵隊で行ってると。そうすると変わらないんですね。 じゃあどうしたらいいの私だったら何ができるかっていうことですね。戦争してる私だったら何ができるか。そういうことが良くないってかっわか知ってる私だったら何ができるかな。罪悪感を知ってる私だから何ができるかなというふうに捉えてですね。で、さらにですね、批判で行動すると批判ヘルツを広げて批判の世界を作ります。で、 本質を響かせるっていう周波数を広げてると、本質の世界を作ります。これは良くない、良くない、こっちだよっていうふうにやると、相手も何言ってんだ、こっちだ、こういう理,理屈があるだろうっていうふうに議論になってしまって、議論では人生、世界が変わらないので、で、議論でずっとやってきて2000年ね、こう宗教戦争がずっと終わらないので、議論では変わらなくて、周波数でしか変わらない。じゃ本質を響かせるっていうのを、えー、やっていくと。では、その、 まあこれ、議論とかの批判良くないって言うと、二元で相対って言うんですけど、言い,い悪いってなってしまうのではなくて、一元の側だと、すべて一つですよっていう側、本質を響かす。じゃあその本質って何かというとですね、私が非常にこうお世話になっている、えー、比叡山にいらっしゃる堀沢諸門先生ですね。こちらの坊様は、えー、福岡の えー、宮山市の清水寺の鍋島ご住職です。で、えー、堀沢諸門先生、比叡山のですね、えー、<coughs> 元にある大門湾というお寺さんで、えー、長年こういらっしゃるんですけども、この諸門先生とですね、お話しさせていただいて、非常にこう、ぐざっと来た言葉がですね、本質本物は何かと言ったらですね、かなり強い古吸口調で、あのー、思いをですね、ものすごく言ってくださった言葉が何かと言ったら、 本物は愛なんだと。愛しか伝わらないんだと。おっしゃったんですね。本物本質は愛。で、愛しか伝わらないんだということなんですね。なので、罪悪感があるからこそ、愛を根底に何ができるかなということです。それはね、ご自身なりにこう考えていていただければと思います。なので、愛を根底に、じゃあそれを知った私だったら何ができるかなと。 まあ人生においていろんな人たちがね、あの罪悪感を感じてると思います。あの人に悪いこと言っちゃったあの人はすごく傷つけてしまったとかね、子供をね、あの、叩いて育ててしまったとか、えー、いろんな罪悪、別れてね、あの人に悲しい思いさせてしまったとか、っていういろんな罪悪感あると思います。で、じゃあそのいろんな罪悪感があるからこそ何ができるかなと。 しかもそれをね、自虐ではなく、自暴自棄ではなく、愛を根底にっていうことですね。それがこの人生においていろんな感情体験をした上で、じゃあ自分だったら何ができるかなというふうに捉えていっていただければと思います。私自身も本当にね、この批判、批判周波数でいたので、批判で帰ってきて、じゃあ批判じゃ伝わらないのじゃあ、どういうふうにしたら伝わるかなって言ったら、批判の奥にあるそもそもの本来の 生命側ですね、自分を生かさしめてくれてる大いなる。源側から、まあ、ゼロポイントフィールド側から生かされているというところをですね、えー、気づいてそこをただただこうさせてもらっているというふうに、ね、そ撲先生の方にお、南部島先生の方にお会いさせていただければ、ますます私が、あもっともっと深まっていくんだなと、えー、感じさせてい,いていただいております。ぜひこうやってね、私たちと共にですね、えー、自分自身の本質の愛を響かせていくというふうにやっていけば、 この M さん周りも皆さんの周りもですね、どん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 素敵な世界になっていくと思います。関連動画はですね、こちらにつけさせていただきます。エネルギーをどん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 動かしたいという方は、開花の通でセミナーのご案内をこちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。